おめでとうございます。今回はプラス故障と、はい、あと、中村監督特別奨励賞ということで、はい、コメントをぜひ。ありがとうございます。鉄手人間は本当に客席でその上映を見ていて、お客さんがドン引きしてる感じがしたというのは、いても立ってもいられなかったんですよ。その賞をもらったということで、何かしら救われたなというのがあって、それはすごく嬉しかったです。すごく絵に描いた作品なんて小さい画面でやってたものを大きな作品で見るということでなかなかない機会なので、それは本当にありがたいなっていう。